はい、皆さんどうもお疲れ様です。七尾でございます。実はめっちゃ疲れてるんですけども、ここは一発その雰囲気を感じさせないように元気にいきたいと思います。よろしくお願いします。今日の方はですね、もう字が読めなくなってきます。目が、10月18日、5時7分でございます。ベイトが跳ねました。いい兆候ですね。早速温度を測って、やる気をマックスにしていきたいと思います。はい、今日はアンタレス DC8 と、ベンタバル 89M です。水温の方はですね、なんとびっくり19度。よしやっていくぞ。よっしゃ、上がってる上がってる。水温も上がってきてる。やる気も上がってきてる。これで出ますよ今日は。ついにね、待ちに待ったスーパーサミの日として今日は刻まれるんじゃないでしょうか。それをね、皆さんまた期待していただいていいと思います。はい、団地前レモンボックスだけど使うのはスーパーサミ、キンギラインと、やっていきたいと思いますよ。よし、いやね、ビタタイム飲んできたからちょっとやる気満々。今日はですね、朝5時に起きて、YMCA さんと平鈴木に行ってきまして、平鈴木釣れず、あれ、ぶつけた。釣れなかったですね。バイトもほぼなし。やっと取ったと思ったらヒラメでしたね。30センチぐらいのヒラメがかかってきて、で途中でファイト中に手前の、崩れた泡のところでワシャワシャやってたらね、引っ張ってきたらワシャッとジャンプして外れちゃいました。バタバタやって、いやいやいや、あれちょっと取りたかったですね。ヒラメをね、ヒラスズキやって釣れることはあるんでしょうけど、あんなごっちゃんごっちゃんの荒磯の中でよくね食ってきたなっていうぐらいね、すごかったですね。褒めて使わせるっていうぐらいね、すごかったですよ。まあまあ一番褒めて使わせられるのは僕ですよこれ。朝5時に起きてヒラスズキをねバン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 疲れる中やりまくりまして、でここまで来て、そして終わりできたい体をさっとね、ウォッシュすることによってリフレッシュしてやっとこうしたんですが、お風呂入ったことによってさらに疲労困憊、なんかね急に疲れちゃってました。眠くなっちゃいましたね。そしてなぜかベイトを手に取ったっていうね、あの夜、これから夜だっていうのに、あんまり夜ベイトを使うことそんなないんですが、なぜかベイトを取ってしまいました。そんなの関係ねえですね。風が3メーター、4メーター、5メーターあるんですよ。だからちょっとギリギリトップウォーターできるかなっていうレベルです。はい、僕の手、体力もギリギリトップウォーターできるかなっていうレベルです。はい、おっと、キンギラギンにギラッとしたかも。諦めないと。俺は去年ここね、でね出しましたからね、ここでも。やべ、マジでどこに行ってるか見えない。感覚で投げるしかない。で着水点もそうすると分かんないってことなんで、あのサミングしなきゃいけないですけど、それもねまたちょっとこれ難しいよね。これちょっとやばいな。ほらほらほら、ベイトいっぱいいるよ。やる気いっぱい。いってらっしゃい。着地飛ぶね。まあスピニングは飛ぶんだけど、僕のテクニックですと。いや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 、ビワゼリー美味しい。マジで美味しい。あとね、あのわさび豆、豆の周りをわさびのあれでコーティングしたんですけど、めっちゃうまいんですよ。旅行支援で1万1000円ぐらいのところが素泊まりで6000円ぐらいになりまして、でさらに旅行券が6000円ついてくると、あ、実質タダなんじゃないかと、あ、そういうあの施設でございましたね。いや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 、そのお店の宿泊施設のお土産どころで3000円ずつもうお土産買っちゃいました。お目当てのドレッシングはなかったんですが、まあでもね、いい感じでした。ちょん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 、カポーティーしてくんないかな。夕間詰めは久しぶりですからね。まあ、まだギリギリ GoPro でもノーマルモードでも映ってるとは思うんですが、さてさてこの後どうするかなんですよね。これ終わった後暗闇の中これを使い続けるのか、まあギリギリディズニーランドの明かりで
見えるとは思うんですけど、そこ行ってみますか。反対側、こうね、岩も登り尽くしたから今日はもう登って登って下って下ってね。いやー、ヒラメ釣りたかったな。ヒラメだけでもちょっと釣りたかったですね。この位置の後ろの方、おっとボラが跳ねた、ボラが跳ねたぞ。うん、この日没後にサガラのやる気が出てくれて、今日はもうヒラスズキじゃなくて丸スズキ一発でも釣れたらもうめっちゃ嬉しいですよ。ね、釣り最高。ただ疲れると私風邪ひきやすくなるんで、そこだけちょっと気をつけて、行きたいと思います。でも YMCA さんに運転してもらったんで、ね、本当申し訳ないです。ベイトはやっぱりいます。こう岩の陰に隠れてます。スーパーサミを動かすと通すと逃げてきますね。この風なくて無風だったらな、さらに美味しいんですけどね。パコって濃いかな、パコッと。動かしやすいな、ベイトとこの竿は本当にマッチしてる。あとあのエイチの後ろを狙って終わりですね、今日は。ちょっとね、トップがどこにあるかな、分かんなくなってきちゃうんで、だんだん、まあもっと鏡みたいになれば全然分かるんですけどね。あのホテルの明かりが反射されてどこにあるかがよく分かるんですけど、ちょっとね、風があってざわざわしてると音は聞こえてくるけどみたいな感じになっちゃうんです。はい、ということでやる気マックスなのはまだまだ頑張ります。もうちょっと頑張ります。ちょっとです、本当にちょっとです、今日は。はい、ということで、ね、今日はまだギリギリ釣ってますけども、はい疲れちゃったな、本当に。早く寝ますよ今日は。11時までやります。皆さんで約束します。11時過ぎてるのになんかコメントとか返したりしたら起きてるってことなんです。でもまあわかんないですけどね。10時から、まあ、12時までやります。はい、では今日は、夕まずめで編でした。濁りはちょっともうわからないですけど、あんまり変わらないぐらいですね。うっすら濁ってます。はい、では皆さんまた明日もよろしくお願いします。今日のアップが多分これ遅くなってると思いますけども、よかったらお時間あるときに見てくださると嬉しいです。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。お願いします。失礼します。さよなら。あと5000人様まで150名ぐらいなので頑張りたいと思います。失礼します。ありがとうございます。